日立女子陸上部は19日、所属するバイレ・シンシア選手が4月14日に亡くなったことを公表した。20歳だった。ケニア出身のシンシア選手は18年に鹿児島、神村学園高の留学生として来日、19年の沖縄インターハイでは 1500m で優勝し、3000m でも2位と活躍した。同年の全国高校駅伝では2区で区間タイ記録をマークし、チームの準優勝に貢献。3年生となった20年はコロナ禍でインターハイが中止になったものの、5000m で15分7秒13と留学生ランナーとして歴代2位、当時、の好タイムをマークした。高校を卒業した21年春に日立に入社、全日本実業団対抗女子駅伝では4区で区間7位と力走していた。チーム関係者によると、昨年5月から体調を崩し、日本で闘病生活を続けていたという、日立の北村聡監督は SNS で、陸上部所属のバイレ・シンシア選手が昨年からの闘病の末、4月14日に永眠いたしました。必ず復帰すると誓い、頑張ってきてくれたシンシア選手の陸上競技に向かう姿勢と思いの強さ、そして周囲に対する思いやりと優しさは、いつも私たちに元気と勇気、笑顔を届けてくれていました。生前のシンシア選手への皆様からのご厚情に、深く感謝申し上げます。シンシア選手を悼み、心からお悔やみを申し上げます。と哀悼。シンシア選手自身も陸上部のホームページで、昨年は自分自身思いもよらない病気にかかってしまい、とても辛く苦しい年となってしまいました。今年は絶対に病気を治して、また、皆さんに走っている姿を見てもらえるように頑張ります。と意気込みを語っていた、ネットの声、病気によるものだからその人の運命と言ってしまえばそれまでなのだけど、異国の地で懸命に頑張っている若い人がこんな結末を迎えなければいけないことは不憫で、残酷で、言葉にしょうがないな、15歳とかで遠い日本に来て、近年はコロナで故郷に帰れなかっただろうし、少しコロナが落ち着いてようやく帰れるかもと思った矢先の病気、無念だっただろうな。豊富な実績を持ち今後さらなる飛躍を期待されたトップアスリートが、こんな若くしてお亡くなりになってしまうなんて不憫でならない。自分はこのような、人に自慢できるような功績は何一つないが、こうしてここまで大望もなく生きてこられた自分の時間をもっと大切にしなければならないと考え直させられる。おそらくだがそれこそ一族の名誉や利権いろいろなものを背負い込んで遠い異国の地で頑張っていたことだろう。それがこの若さでこんな結果になろうとは、正直言って記事を読むまでは全く存じない方だったが同じ犬子を持つ親として切ない。せめてご両親だけでもは日本に呼んで最後の姿を見せてあげてほしい。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。